50歳からの美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、今回も引き続きパーティーメニューの、食事の方法で、ご説明してるんですけども、今回ね結構いろいろ頑張っちゃっていろいろ作ったんですね。で、今回ご紹介するのは、ナスの方と人参の使った料理のこちらの方です。これね、本当ナスの方ね、ちょっと見た目なんかね暗い感じであんまり美味しそうに見えないんですけど、味美味しいっていうすごい評判です。これ本当にね美味しいんですよ。私ね栗原はるみさんのね、先生のところのはるみ先生のところで一回ごちそうになってすっごい美味しかったので、レシピを聞いて、覚えたのが、きっかけです。でもう結婚前にね旦那さんによく作ってあげて、あと染みていくとねどんどん美味しくなるので、なんかねタッパーに入れてこれ持って帰んなって言ってよく渡していたものなんですけども、揚げるのがねちょっと面倒くさかったりするんですけど、まあ、揚げちゃえばあと和えるだけなので、とってもね、楽ちんです。なので私はこう人が来る時だとね揚げ物っていろいろね応用できるのでやるんですけど、まあ家族の方ではあんまり揚げ物ね面倒くさいのでしないんですけども、皆さん集まる時にはちょっとね揚げたりするもの、まあ唐揚げ作ったりとかね、そういった時にナスの方も一緒にね作ることがあります。で今回はね作ってみました。でそのねナスすごくねフライパンでね薄く油を張って揚げて私は行くんですけども、あまりねいっぱい油使っちゃうと、後々大変になってくるので、こう平たいところで、ね、切ったものを入れて、であとコツがいつもねどの辺で揚げたらいいのかっていうのが分かんない時に、コツとしては菜箸でね両端をキュッて絞ったりするとキュッとこう柔らかくなってる感じになるといいのよって教えてもらったので、いまだ菜箸でキュッてやってちょっと余計な油絞ってから、ね、キッチンペーパーの上にっていう形で、あとは作ったつゆにつけるだけと、であと半熟卵を作っていて、その同じところに今突っ込んでますよね、状態に、なってるのをやっぱり一晩置いて、あったかい時もねすごい美味しいんですけども、一晩ね、冷蔵庫で寝かすと今度また味が染みて、3日間ぐらいねどん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 味が染みていくと味の変化っていうのかな、そういうのが楽しめたりするので、一度にたくさん作って、作り置きすることが多いです。で秋ナス、今秋なのでまあナスの美味しいね時期なんですよね。なので、非常にね美味しく揚がると思います。あと抗酸化、あと目にもいいってナスってねアントシアニンですが入ってるので目にもいいって言われているので、ぜひねまたアンチエイジングにもねいい状態で、結構ニンニクと生姜もしっかり入っているので、体をね秋ナスって体を冷やすって言われてるんですけども、火を通すこととあと生姜がね結構入っているので、そこのね体冷やしすぎない感じ。あと、人参で、人参ねやっぱ細切りにして、ツナと合わせてるんですけども、もう人参もねもう美肌にね美白にもいいしね、すごく抗酸化にもあるしで、ベータカロテンってビタミン A ですね、ビタミン A これも目に、今回ね目のねパッチリするとかアイメイクっていうところで、セミナーをやってたので、今回メニューもちょっと目にいいものをたくさん作ったんですけども、この2つの種類もね、目とあと抗酸化ですね、老けていかない、ね、アンチエイジングっていうところで、とっても効能が高い、ね、状態 ですごくねこの人参本当にレンジでちょっとチンして混ぜるだけなので、またね、めんどくさいって言ったら切るとき、めんどくさかったらスライサーとかでザーザーねいただければいいかなと思います。またね、作り方気になる方はね、また
たブログの方に載せておくので、ちょっとね、見ていただいたら、下のね、ところから調べていただけるといいかなと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、また明日の動画でお会いしましょう。